ジュール・レミジュール・レミは、フランスの博物学者、旅行作家である。マルヌ県のリブリー・ルベルシーの教師の息子に生まれた。シャロンの神学校で学んだ。ハワイ諸島、カナリア諸島、ブラジル、チリ、ボリビア、ペルー、オセアニアなどを旅した。ハワイでは、王族、エリザベス・キーナ・ユーと面会し、狂信的な現地人から毒殺されそうになったり、ホノルルに3年間過ごし、 カメハメハ三世と友人になり、ハワイ王国の役職に就くことを望まれたりした。イギリスの博物学者、ブレンチリーと知り合い、共にカリフォルニアやグレートソルト湖、モルモン教徒の入植地を訪れた。レミは、モルモン教の歴史、宗教、道徳について、後に出版した。その後南米を訪れ、アメリカ、カナダを経て帰国した。エジプトから、 モロッコの北アフリカの旅も行った。1863年にはチベットやヒンドスタンなどを訪れ、ヒマラヤでの登山も行った。1868年にルベルシーに戻り、結婚し、それまでの旅行記の執筆をはじめ、動植物や鉱物学の多くの著作を行った。フランスでは、ある程度の評判を得て、 ジュール・ベルヌのグラント船長の子供たちには著名な冒険家の一人として名前が挙げられた。フランスの宗教史やエルネストルナンの著書、イストアール・デオリジンヌ・ジュ・クリスティアニスモ・ボリュームに、レオポトラには、レミの著書、ボエッチ・エ雄ペイズ・デ・モルマンズに対する言及が行われた。ジェイ・レミは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジュール・レミを示すのに使われる。 ありがとうございます。